はい、皆さんこんにちは、ジタンです。それではクレヨンしんちゃん墨の町の城実況プレイ、パート3の方やっていきたいと思います。お尻の石だね。あら、白だ。汚れてる白。あんたどこ行ったらそんなに黒くなるのよ。あれだよね、昨日2日目の夜に、夜しんちゃんとかが寝た後になんかどっかに行ってる様子があったんだよね。白が真っ黒になってるじゃん。どうしたの？しんちゃん見てよ、白の顔。黒い、墨だらけ。白なのに真っ黒だぞ。ほんとだね。もうやだ。ああ、かわいい白。汚れてるけどなんかかわいい。墨かしら。まあ、墨の町の城っていうタイトルだからね。まあ、墨だよね。朝帰りなんて、白も墨に置けないかな。墨だけにね、墨に置けないね。冗談言ってないでシャンプーお願い。ママ、今日はお買い物に行かないといけないのよ。買い物、これどこに買い物行くんだろう。結構遠出しないとないよね、買い物。しょうがないな。白、おシャンプーしますよ。お、おシャンプーするんだね。あ、なんだ。え？うわ、お知り合いの石ですか、もしかして。それなんだ、これは。なんかすごい綺麗な石だね。お尻の石。お知り合いの石ね。うわ、白。なんだろう、大切な。ああ、お知り合いの石じゃん。お知り合いの石、本当にお尻の形してるんだね、これ。なんか会いたい人に会えるみたいな、そんなやつだよね、確か。お、白の追跡。突然白がどこかに駆け出してしまうことがあります。何か大事な出来事の予感。白を 見失わないよう追いかけて白のところに向かいましょう。これ今白を追跡するのかな。これ今そういうことだよね。白走ってる、かわいい。追い抜い、あ、やべ、間違えた。追い抜いちゃうぞ。もう早いな、白より早い。お尻歩き。いや、白走ってるのがかわいい。さあ、どこへ行くんだ。早く来いよって言ってる。待て待て、ブリブリ。さあ、なんだ、何かが起こりそうな予感。白、もうほらヘトヘトだぞ。早くちょっと白をさ、綺麗にしてあげたいんだけど。さあ、おっと、なんだなんだ。え、でもあれだよね、車線。おーおーおお、これに乗るの。え、運転する人いないもんね、これ。なんで動いてるんだろう。お、乗った。シロ、勝手に乗っちゃダメだぞ。自分も乗ってるやないかいってね。しょうがないな。おー、すごい、勝手に動いてる。まあ、線路がね、あるもんね、これ。どこに向かってんだろう。あは、かわいい、シロ。おー、なにこれ、どこ行くの。いや、白がかわいい。わあ、すごいな。すごいな、これ。え、なんかさ、船沈んでない？左の方で。かわいい。なんか今、左の方で船沈んでなかった。いや、ほら、なんか木が。なんか急に時間進んだ？夕方になってない？ちょ、危ないな、これ。顔出してたら危ないんじゃない？これ。おお、なんだなんだ。え、白どうしたんだろう。なんか様子がおかしいね、白の様子が。これ何、もう夕方になっ、おっと、なんだここは。これは現実世界とは違う場所なのかな。なんだここ。おお、出た出た。ここが墨の町ってこと、そういうことですか。さあ、来ました。まあ、ここが墨の町なんだよね、きっと。これ帰れるの、ところで。元の世界に帰、なんかおっさんいるけどさ。
なんかいいね、 BGM。 このなんか何とも言えない雰囲気の。ここは一体どこだ？どこなんだろう。シロ知ってるの？ここがどこか。お？子供の客とは珍しいな。大人の客はよく来るの？おじさん、ここどこ？なんだ坊主、初めて来た。ああ、やっぱ住の町なんだ。ここは住の町だ。寿司の町？聞き間違えの仕方よ。住の町だ。ここは鉱山から取れる炭で栄えた炭鉱都市だ。タコのお寿司。なんかタイムスリップでもしてるのかな。炭鉱都市だ。ここに寿司屋なんてねえよ。どんだけ寿司気になってんだ、しんちゃん。おめえさん、どこから来たんだ。秋田だね。二日目から来たんだぞ。秋田の大曲がらない村だっけ、今いるのって。聞いたことねえな。これ過去なんじゃない？なんか踏み入りとか炭鉱で栄えるってさ、なんかちょっと昔の話だもんね。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、帰り道。え、調べる。来る気配がない。だって月の電車帰れないじゃん。これなんか落ちてるね。観覧席ゲット。まあ、他には何もないかな。進んでみるか、こっち側。お、なんか女の子が見えた今。誰だろう。あら、知り合いかな。ちょっと背が高いね。年上の人かな。本当に連れてきてくれたのね。あら、あら、真っ黒じゃない。気をつけて歩かないと。あ、なるほどね。シロはこの少女に頼まれてしんちゃんを連れてきたってこと。結局これこの少女が綺麗にした。あ、シロ綺麗になった。え、シロのお知り合い。初めまして、しんちゃん。お、スミって言うんだね。あなたが来るのはずっと待ってたの。ずっと待ってた。なんで俺のこと知ってるの。本当だね。しんちゃんのことはシロからいろいろ聞いてるわ。犬と喋れるの、この子。私がシロにお願いして、しんちゃんをここに連れてきてもらったの。シロ、いつもずるい。まだ寿司の町だと思ってる。あのね、しんちゃんにお願いがあって。何、なんかそんな目をうるうるさしてお願いがあってとか言われたら聞かないわけにはいかないな。うん、しんちゃんに。え、この町を守ってほしいの。どうしたの、なんか危ないの今。危険な状態なの今。全然そんな感じに見えないけど。え、結構栄えてるけどね。何が危険なんだろう。何ここ。なんかあの大人帝国の逆襲のさ、ダンシャーリ場所みたいな。ダンシャーリ様。新しいプラントの準備が断捨離するのこの人。ダンシャーリ様。わかった、次の計画を実行してくれ。まあなんか明らかに悪者のボスみたいな感じするね、この人。ダンサー、変なポーズ。変なポーズだなそれ。あと、あれさえ手に入れば。何あれって。この街に美しい風を。おい、この後ろ姿でわかる。変なヒゲしてるなこいつ。このクリーンってなった。後ろ姿でわかるよ、この変なヒゲ。さあ、あとあれさえあればって言ってたね。何を探してるんだろう。お知り合いの石かな、もしかしたら。うん、そろそろアクション仮面の時間。ほら、帰らないと。そういうことで。マイペースだな。ちょっと待って、しんちゃん。せっかく来てくれたんだし、住の町を案内させて。え、なんでこの町のがなんで危険なのかとか、そういうところを教えてほしいんだけどな。いつの間にシロはこれスミちゃんとこんな仲良くなってんだ。シロ、待って。もうしょうがないな。しょうがないな。お、隅についていってみよう。だってこれ上に行けばいいのかな。お、いたいたいた。あ、なんかさ、この BGM いいね。なんか雰囲気があっていいわ。なんかお祭りみたい。ここは町のみんながお世話になってる食堂よ。へえ、食堂なんだ。おかみさんだ。おや、スミじゃないか。なんだい、今日はボーイフレンドと一緒か。もうよそいさんってば。あ、よそいさんって言うんだね。私の大事なお客さんよ。ほら、野原しんのすけ5歳。こっちはシロ。まあ、白い犬がやってくると景気がいいね。そうなの。あたいはよそいだよ。
はじめまして、しんちゃん。シロもよろしくね。よそいさんはこの食堂のおかみさんなの。へえ。みんなよそいさんの作る料理が大好き。ここは炭鉱で働く人でいっぱいなんだ。へえ、ちょっと料理食べてみたいね、それは。今はガラガラだぞ。痛いところついた。まだみんな炭鉱に降りて働いているから、これから来るのかな。今ここのさ、時間軸がわからないんだけど、もともと今朝起きたばっかりぐらいの時間だよね、現実世界では。まだ朝じゃないの。いいんだよ、スミ。親の代から続くこの食堂も随分とボロになっちまったからね。へー。近頃はカンコドリが鳴いて困ってる。そうなんだ。いや、実際全然じゃあ混んでなかったんだね、この店は。おや、あら、シロにも心配されているようじゃ、この店もいよいよ危ないかね。よそいさん、なんかごめんなさい。いいんだよ。さあ、なんだこれは。この町ではね、白い犬は犬の印と言われてるんだ。ムダステール家のシンボルだからね。ムダステール家。バンシャーリとかさ、ムダステルとかさ、なんなんだこれ。なんかそう、なんか意味あるんだよね、きっと。ムダゲステール。へえ、どっから出てきた。ムダステール家だよ。この町を作ったお偉いさんさ。へえ、ムダステール家でさ、なんかさっき出てたあの変なヒゲの人、ダンシャーリでしょ？関係性ありそうだよね。ムダステール家の、そのなんか、と、なんかね、偉い人なんじゃないの？ああ、そういえば、スミ、ユリちゃんには会ったかい？あら、ユリちゃん、誰だろ、それ。探してたようだけど。あ、いけない、忘れてた。しんちゃん、私、ユリちゃんのところに行かないと。ユリちゃんって誰だろ？この町一番のべっぴんさんだよ。それは会いたいね。一番綺麗なお姉さん。スミちゃん、ぐずぐずしないで早く行くぞ。それは早く行きたいね、確かに。ユリちゃんはこの町の発明家なんだ。発明家。頼まれ事をしているのすっかり忘れてた。しんちゃんにも紹介するから私についてきて。はいよ。はい、出発を進行。スミはさ、スミちゃんはなんでシロと会話できたんだろう。え、こっち行ったよね、今。いや、なんかこの音楽いいね。ほんと雰囲気が、あ、ちょっと待って。ダンシャーリ様の近くにいた人に似てる。こっちよ。こっちよ。この人に話しかけないわけにはいかないよね、さすがに。マスクの男、見かけない子供だな。この先は行くんじゃないぞ。行けないんだね、ここ。まあ、そのうち行けるようになるとは思うけど。あら？その面白い建物がゆりちゃんの研究所よ。でもガラクタがいっぱいでここは通れないみたい。いやいやいや、ひどいな。さてはゆりちゃん、また散らかしてるな。しんちゃん、ごめんなさい。裏に回ろう。裏？裏はどうやって行くのかわかんないけど。まあ、一旦戻るか。ああ、すみちゃんについていけばいいんだね。こっちよ。なんかさ、すごい歪んでない？ここ。なにこれ。歪んだ道だな、すごい。なんか子供いる。ああら。もうすぐだよ。こっちかな？あ、いた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 。あ、なんか男の人いる。おじさん、また通らせてね。おうよ。私、先に行って待ってるね。しんちゃん、頑張って、ふふふ。頑張る？何ここ。おじさんの許可がないと、通れない。裏手の親父っていう名前なんだけど、この人。怪しい奴は通せねえぜ。すみちゃんは通ったぞ。あの子はよく知ってる子だからいいんだよ。おめえは見たことねえからダメだ。それはずるい。通らしてよ。じゃあ食堂で俺の大好物を作って持ってきな。そうしたら坊主も通してやるぜ。あのさ、ちょっとスミちゃんさ、ちょっとそこら辺も話通してから言ってよ、スミちゃん。しんちゃんだけこれもう行けなくなっちゃってるからさ。
親父の大好物が何かがわからないけど、教えてくれるのかな。いいか、坊主。俺の大好物だぞ。食堂に行って裏手の親父の大好物よこせって言ったら、出てくるのかな。あ、なんか落ちてるじゃん。お、アラカンタンのかけら。とりあえず食堂に行くか。さあ、どうだろう。大好物くれるかな。でも大好物作るために、またあれ持ってこい、これ持ってこいとか言われそうな気がするな。考えるからちょっと待ってな。お、ひらめいた。ヤマメの塩焼きだよ。昔どこかで食べたのが忘れられないんだってさ。しんちゃん、この食材を持ってこられるかい？ヤマメすでに持ってるよね。材料を集めてお品書きから注文してみよう。なるほどね。幸いヤマメ持ってるんで、じゃあもうすぐ話しかけて塩焼き作ろう。作ろうっていうか作ってもらおう。食材を持ってきたんだね。さて。よし、早速料理を始めるよ。お品書きの中から開発する料理を選んでおくれよ。OK。食事処みそのの中では、X を押すとお品書きを開くことができます。お品書きでは、材料を集めて料理を開発したり、開発済みの料理を見ることができます。なるほどね。何か作るかい？はい、じゃあよそいさんにヤマメの塩焼き作ってもらおう。任せときな。なんか男らしい。はっ。わー、かっこいい。包丁の持ち方どうなってんの？おー、すごいすごいすごい。これ包丁使うの？この料理。え？お待ちどうさま。なんか面白いな料理の仕方、よそいさん。これを持って行っておくれ。埋めてー。お、中間の料理持ってきたぞ。お、オーズ持ってきたか、どれどれ。おい、違うとか言うんじゃないぞ、オーズさん。うまい。ヤマメの塩焼き、まさにもう一度食べたかったんだ。よそいのやつ、相変わらずいい腕してやがる。坊主合格だ。取っていいぞ。よっしゃ。おだちんだ。取っとけ。お、やった。50円ありがとう。はい、クリア。よし。じゃあ通れるんで、こっち通れましょうか。なんか、歪んでて怖いな、ここ通るの。落ちちゃいそうだよね。お、来た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 。なんか落ちてる。観覧席ゲット。はい。すみちゃんお待たせ。しんちゃんずいぶん遅かった、ね。あら、知ってたの？無事に料理は届けられた？すみちゃんだけ通れてずるいぞ。私は顔パスなの。あれでも研究所の警備システムなんだって。警備システムなんかやれ。カルビシステム。カルビシステム、何でもご飯に例えるね。警備システム。怪しい人が入ってこないようにしてるの。さあ、行きましょう。よし、行こう。ゆりちゃんだっけ？ゆりちゃんが待ってるね。お、え、確かに綺麗な人だね。遅かったじゃん。お姉さん。ゆりちゃんごめん。博士なのかな、ゆりちゃんは。ってないの。あら、な、例のものって何なんだろう。いや、これしんのすけのこの、この表情。しんちゃんがもう、あ、綺麗なお姉さんと思って見てるんだね。あれ、その子は？もしかしてスミのボーイフレンド？しんちゃんの表情が面白い。もう、やだ、ゆりちゃんまで。ほら、野原しんのすけ5歳。ねえねえお姉さん、唐揚げにレモンかけるタイプ？レモンはジャブジャブかけるタイプよ。おお。私はユーリ。なんかノリいいね、ユーリさん。あ、ユーリさんなんだね。あの、本当の名前は。ユーリさんノリいいね。いきなり親密な関係ですな。よろしくね、しんちゃん。私ね、この町で天才発明家をやってるの。自分で天才って言っちゃうタイプの人ね。あら、ウィンクなんかしちゃって。また自分で言ってだってしょうがないじゃない、本当のことだもん。私の芸術的で独創的な発明が町の人の助けになるって素敵でしょ。確かにね。どんなもの発明したのか教えてほしいな。私の設計なのよ。え、そうなの。かわいいでしょう。ほら、ぜひそのすごい研究の力になりたい。そしたらおデートしてくれる？おー、いいじゃん。カレーデート行こうぜ、ゆりちゃんと。しんちゃんの働き次第かな。おー、なんか手伝わされる感じね、これ。それじゃあ早速お願いだけど、
隅と手分けしてこの材料を探してきてくれないかな。なんだろう、なんとか石かな。べっぴんさんは発明家？あららら、発明の材料を探してきてね。注文主が急いでるみたいなの。アラカンタンのかけら、鉄の原石、真空管。アラカンタンのかけらは3つ、鉄の原石が1つだけ持ってるね。ということで全部まだ足りてませんと。ミッションに追加されました材料を集めて有利に発明してもらおう。なるほど。発明には必ずアラカンタンが必要になるから忘れないで。アラカンタンはさっきさ、この街の中に落ちてたよね。なんか適当に散策してたら拾え。アラカンタンって、そう、石炭に代わる新世代のエネルギー資源。昔から炭鉱で働いてきた人たちの汗と涙が、汗と涙が結晶化した鉱石がアラカンタンよ。やだな、汗と涙が地中深くで結晶化したものなのか。ちょっとなんか汚いなって思っちゃうのは私だけでしょうか。明かりをつけたり、トロッコを動かしたり、いろんなことに使えるの。へえ。そら簡単ですな。そら簡単だね。しんちゃん、一緒に材料探しに行こう。はいよ。材料が揃ったらここに持ってきて。ブラジャー、ブラジャー。発明、有利からは発明の材料集めをお願いされることがあります。集まったら有利に持っていきましょう。発明の材料は拾うだけでなく、お店で買ったり、掲示板で交換したり、人に聞いてみたり、いろいろ試してみましょう。なるほどね、拾うだけじゃないのか。お、拾える。あ、鉄の原石これで揃った、ラッキー。この町にはあちこちにいろんな鉱石が落ちてるの。ゆりちゃんの発明にもきっと役に立つはずよ。真空管がわからないね。でもどっかに売ってるとか、あと掲示板がなんとかって書いてあったから。あら、どうしたんだろう。シロの発見、歩いてる時にシロが吠え出したらレアなアイテムを見つけたのかも。シロの行き先を見守ってみましょう。あ、シロの行き先を見守れば、ちょっと待って、ついてった方がいいよね。見守りましょうって言ってるけど。あ、あったあったあった、これがレアアイテムなの？真空管じゃない？やった！チロすご！じゃあ、あと、なんだっけ？アラカンタン鉱石。アラカンタンのかけらか。あ、なんか落ちてる。やったー！見つけたー！これで揃った。結局、スミちゃん全然何もしてないじゃん。二人で協力して材料集めてって言ってたのに。まあでもね、しんのすけ一人で集めて、ちょっとね、ゆりちゃんにいい顔できるんじゃないこれ。ちょ、また一応拾っとこう。鉄の原石と。はい、持ってきたよ、ゆりちゃん。ゆりお姉さん、材料持ってきたぞ。よーし、早速発明しちゃおう。お、何ができるんだろう。そこのアットヒラメーターに集めた材料を投げ入れて。もっとヒラメーターね。なるほど、うまいな、なんかこういうの。そうそう、そうだよね。そこの機械、必要な材料を入れたら発明品を組み立ててくれる可愛い子。このさ、発明品を組み立ててくれる可愛い子を作ったのもゆりちゃんなわけでしょ。すごいな。これも私の発明なんだ。天才でしょ。いや、これは天才だわ、確かに。うわぁ、でっかい洗濯機みたいだぞ。しかも母ちゃん憧れのドラム式。ドラム式に憧れてんのか、ミサエ。よっ、ほい。うわ、すごいな、これ。間違って、なんか中に入っちゃったら、なんか大怪我しそう。すごい、すごい、すごい、すごい。アットヒラメーター、すごい。アットヒラメーター、おー、なんだこれ。何これ。またまた大発明。あ、街灯にもなる街灯テレビ。街灯にもなる街灯テレビ。すごい、すごすぎて。普通のテレビにしか見えないぞ。ゆりちゃんの発明ってこういうのばっかり。すみちゃんの表情が面白い、ね。依頼主がとても急いでいるの。あ、そっか、これもらえるわけじゃないもんね。すみと一緒に中央エレベーター前に設置してきてくれる？あ、届けるっていうか設置してくればいいんだね。街灯にもなる街灯テレビ。はいはいはい。私は表のバリケードを開放してくるわ。おう、開放してよ。表のガラクタのことね。しんちゃん行こう。あれもまあ一種の警備システムってことかな。
まあここね、遠回りするのめんどくさいからね。あ、やった、通れるようになってる。こっちのバリケードは解放したわ。あっちも片付けとくね。ありがとう。しんちゃん、中央エレベーター前はこっちが近道よ。しんちゃん、ここよ。さあ、街灯になる街頭テレビを設置するのかな。街の大事なニュースをテレビでみんなに伝えるんだって。はいはいはい。知らない。でもきっと偉い人じゃない。さあ早く設置しちゃいましょう。知ってるんじゃないの。あのあれじゃない、ダンシャーリ様とかじゃないの。そもそもこの街救ってほしいって最初にスミちゃん言ってたからね。なんかは知ってるでしょ多分スミちゃんも。おあ、思ったより大きかった。しんちゃんありがとう。こんなでかかったのか。設置完了ね。これなんでしんちゃんとスミちゃんで設置できるのこれ。おわ、映った。何か映ったぞ。え、このマーク何なんだろう。これ何のマーク。きっと偉い人のマークよ。え、スミちゃん知ってるしょ多分。なんかこれ目みたいだぞ。あー、まあ確かに目っちゃ目だね。まつげもあるしね。あ、なんか放送されるわけじゃないんだね。じゃあゆりお姉さんに報告するのがミッションみたいだから報告しよう。こういうのはちょこちょこ拾っておきましょう。はい、設置してきたよ。しんちゃんありがとう。手伝ってくれて助かっちゃった。街頭テレビちゃんと映ったでしょ。はいはい、映ってたね。あの目みたいなマークが。喜んでたわ。古い知り合いの頼みで断れなかったの。へえ。しんちゃん、困っている人がいたら教えてね。はいはいはい。ねえねえ、え、食堂のお客さんが減ってよそいさんが困ってるって。うん、確かに困ってたね。分かった、私も少し考えてみるから明日また来てくれない。オッケー。お客さんが増えるような、なんか発明品を考えてくれるのかな。また明日話を聞きに来よう。え、とりあえず今日はじゃあどうしたらいいんだこれ。この後しんちゃんもシロもそろそろ帰らないとお家の人が心配するね。駅で待ってるね。ここってだからなんか異世界みたいなところなのかな。なんかここって時間の経過もないしさ、なんか不思議な場所だよね。なんかあのイメージ的にはさ、千と千尋の神隠しみたいなさ、そういうような異世界に来たみたいな感じで想像してるんだけど、今のところは。ああ、電車ある。また明日。また明日。帰った時にこれ、帰った場所はさ、あの時間どうなってんだろう。もう夜なのかな。もう帰らないと心配するよって言ってたから、なんかこう時間の経過は、時間は経過してるわけだよねきっと。一番最初のあのゲームが始まった時の感じ。あれ？あれ？夢の中のお話ってこと？しんちゃん、ご飯できたわよ。朝からこの夕方までここで寝てたの？しんちゃん。しんちゃん、白のシャンプーしてくれたのね。いやいや、すみちゃんが洗ってくれたよね、白の体は。すみちゃんが綺麗にしてくれた。あら、新しいお友達？寿司の町で、いや、もうこれみんな誤解しちゃうよ。墨の町ね。え、いらっしゃいみたいな感じなのかな、その町は。はて、聞かない町だな。寿司の町なんて夢でも見てたんじゃないか。夢じゃないぞ。わかったわかった、しんのすけ。行きたがってたお寿司屋さん、今度ちゃんと連れてってやるから。な。もう普通に喜んじゃうんじゃない、しんちゃん。お寿司なんていつ以来かしら。いがったな、しんのすけ。夢は見ておくもんだな。夢じゃないぞ。そうだよね。まあそうなるよね。じいちゃん、これ、あら、そうだそうだ。お知り合いの石、あの石は持ってるのか、今。ピンクに光って、紫に光ってるのこれ。どれどれ、ほう、見事なお尻じゃが。俺も見事な石。見たことがないからわからん。これはでもさ、さすがになんか特別な石だよね、この光り方は。幸せそうな顔してるな。今日ちょっと寝相悪いね、しんちゃんとひまわり。
それでは今回の動画はここまでにいたします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバーイ。